こんにちは。こんにちは。どうもビビる大木です、はい。そしてザブングル加藤です。ありがとうございます。またの名を平成の牛若丸だ。出ましたね。令和に入りましたけども、平成の牛若丸といえばやっぱり、はい、ザブングル加藤君ということでね、はい、今回は登場いただきましたけども、はい、ザブングル加藤君はここ2019年。はい、やっぱあのいろいろありましたんで、はい、まあ、単独ライブもこの間加藤もやってね、はい、大成功で、はい、そしてこう復活のこうのろしを上げたわけだけど、やっぱどっかでね、はい、ネタも面白いけども、やっぱこうトークもね、こうどっかでこう加藤らしさっていうのをもう一度ね、はい、見てもらうチャンスがある場もいいなっていうのは前からどっかで思ってて、ありがとうございます。今回はだから出演者がザブングル加藤、はい、そしてもう一枠のゲストが、はい、今回は阿佐ヶ谷姉妹のお二人と。あ、お二人。僕阿佐ヶ谷姉妹とそんな喋ったことないんで、挨拶程度しか。いろいろ聞いてみたいですよ、ね。楽しみなの。ちょっと、あ、じゃあせっかくだから阿佐ヶ谷姉妹に一言いただいてもいいですか。これ阿佐ヶ谷姉妹は見られてるんですか。当然ですよ。見てますか。見てます。当然です。阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんと美穂さんですよね。妹さんが、はい、お話しするのを楽しみにしてますので。よろしくお願いします。いいですね。